バリレラのおいちゃんです。今日はですね、ジャズバトルという感じでいきたいと思います。お待ちください。はい、今日お届けするのはこちらのレコードです。バトルと言いましたけども、こちらがジェリー・マリガンというバリトンサックスの吹き手です。こちらがポール・デスモンド、アルトサックスです。バリトンとアルトのサックスのバトル、そういう意味で私はジャズバトルと言いました。はい、それでここにカルトとってありますように、今これはバリトンサックス、彼ですね。ちょっと音が太いですよね。ですけど、その太さを感じない非常にクールなサウンドですよね。大好きです。私バリトンで、私はこの人が一番大好きです。それで私の一番アルトサックスプレイヤーで好きなのはこちらです。もうすぐ出てきます。それでここにカルテットってありますよね。あとはドラム、ベース、つまりピアノを入れてないんですね。ジェリー・マリガンはよくピアノレスの自分の、今これ私喋ってましたので分かりませんでしたがね、今切り替わりましたね。さっきこれはアルトサックスです。バリトンから高音のアルト、間に普通テナーサックスという、まあ音の高さはありますよね。ですけどそれを飛ばしてバリトン、アルト、これもクールですよね。非常にこのサウンドが、もうこの2人の演奏を聴いてるとですね、非常に心地いい。もう朝昼晩いつ聴いてもいい、そういうサウンドですよね。ちょっと私うるさいので、もう今日はこの辺にします。あまり長くない。これライン・フォー・ライオンズというマリガンの作った曲で、彼もよく演奏しますし、彼自身もよくこの私も大好きなライン・フォー・ライオンズという曲です。はい、バリレラのおいちゃんでした。じゃあいいよ。